機動戦士、ガンダムシード・アストレイは、テレビアニメ、機動戦士、ガンダムシード及び、機動戦士、ガンダムシード・ディスティニーのサンライズ公式の、外伝作品である。アストレイとは作中に登場する、主役モビルスーツの名称で、王道ではないという意味が込められている。複数の作家の手で複数の雑誌に展開されているが、そのすべてを統括するのは、 千葉ともひろであり、彼のシナリオに基づいて、すべてのストーリーが有機的に関連している。シード第30話で爆発に巻き込まれたキラヤマトが、どのように生存したのかなど、TV シリーズとのつながりを意識したエピソードもいくつか、制作されている。また、多少設定に変更があるものの、シードアストレイは、模型店の点灯プロモーション用に映像化されている。この項目では、 第一作の、機動戦士、ガンダムシードアストレイから、機動戦士、ガンダムシードアストレイ天空の王女までのシリーズ全般について扱う。登場人物については、機動戦士、ガンダムシードアストレイシリーズの登場人物を参照のこと。機動戦士、ガンダムシードアストレイは、月刊ガンダムエース、月刊少年エース、電撃ホビーマガジン、 ザ・スニーカーの4紙で展開された作品である。それぞれの雑誌で別のストーリーが進行し、各雑誌版を独立した作品として読めるだけではなく、すべてのストーリーを読むことで雑誌を超えた伏線が理解できるように考慮されており、より広い世界観を表現するものとなっている。漫画版の主人公となるのは、ジャンク屋のロウ、ギュールと彼が乗る機体、アストレールとフレーム。 ジオラマストーリー版及び小説版の主人公となるのは、傭兵部隊、サーペントテールの村雲ガイと彼が乗る機体、アストレイブルーフレームである。ISBN978 から40億4713万 5475ISBN978 から40億4713万5659 ISBN978 から40億4713万 6021ISBN978 から40億4713万 5468ISBN978 から40億4713万5666 ISBN978 から40億4713万 6045ISBN978 から40億4713万 6595ISBN978 から40億4429万7 0 1 5 i s b n 七十八から四十億百二十九万千三十九機動戦士 ガンダムシード X アストレイは月刊ガンダムエースに連載された漫画作品である。漫画はときた孝一が担当している。ガンダムエース版アストレイの続編でシードのアニメ本編フェーズマイナス46から47における空白の2ヶ月間に起こった出来事を描いている。このストーリーでは新キャラクターであるプレアレベリーとカナードパルスとの対決をメインに描き、 前作の主人公であるローギュールや、村雲ガイは、サブとして登場している。ISBN978 から40億4713万6250、ISBN978 から40億4713万6601、機動戦士、ガンダムシードディスティニー・アストレイは、アストレイの続編であり、同じく、月刊ガンダムエース、電撃ホビーマガジン、 ザ・スニーカーの3詞で展開されていた。シード・ディスティニーの t v シリーズ放送中は、シードの最終話終了後から続編であるシード・ディスティニーまでの約2年間を主な舞台としていたが、t v シリーズの終了以降は、シード・ディスティニーの中で描かれなかった裏事情を描くエピソードに突入した。主人公は新たに戦争カメラマンのジェス・リブルと彼が、ロウ。 ギュールから譲り受けた MS アストレイアウトフレームとなった。これまでに登場したサーペントテールやカナードパルスなどのキャラクターも登場するがあくまで脇役である。 ISBN 978から40億4713万7080 ISBN 978から40億4713万7325 ISBN 978から40億4713万7882 ISBN978 から40億4713万 8087ISBN978 から40億4429万 7039ISBN978 から40億4471万70252006年7月にプラモデル1100ゴールドフレーム店が発売されたことを記念してのキャンペーン企画 以下のような展開が行われた。機動戦士、ガンダムシード CE73 デルタアストレイは、ディスティニーアストレイの続編として描かれた物語で、ガンダムエースで連載された漫画作品である。担当はときた、高一。物語はローたちが、火星に行き、そして火星に住む人々イコールマーシャンの若者たちが、とある任務のために、 地球圏に飛来したことから始まり、その後ユニウスセブンが地球に落下する事件以降からデスティニープラン発表直後までが描かれた。またあるエピソードの裏側を書いた、機動戦士ガンダムシード CE73 スターゲーザースペシャルステージが電撃ホビーマガジン2006年12月号に掲載された。後に後日談とも言える機動戦士 ガンダムシード CE73 スター・ゲイザーファントム・ペイン・リポートが DHM2007 年6から9月号にて連載された。ISBN978 から40億4713万9015、ISBN978 から40億4713万9329機動戦士、ガンダムシードフレームアストレイズは機動戦士、 ガンダムシードアストレイシリーズの一編として描かれる物語である電撃ホビーマガジンで連載された千葉智弘によるジオラマストーリーと時田光一による漫画の同時展開となっているこれまで主役としては登場しなかったブルーフレームのパイロット村雲ガイとその仲間たち傭兵部隊サーペントテールを主役とし シードディスティニー時代の彼らの活躍を描く物語である。新たなメカニックとして、アストレイグリーンフレーム、ハイペリオン G、そしてガイの新たな愛機、アストレイブルーフレームサードが登場。ISBN 978から40億4867万258。 ISBN 978から40億4867万4843機動戦士ガンダムシード vs アストレイは機動戦士ガンダムシードアストレイシリーズの一編として描かれる物語である電撃ホビーマガジンで連載された2009年10月号にはプロローグとしてショートフォートストーリーが掲載されている シードディスティニー終盤を時代背景とし、連合、ザフト、オーブのどこにも属さない、新たな勢力、ライブラリアンが主軸となる物語である。ISBN 978から40億4868万 5795ISBN 978から40億4870万2966、機動戦士、 ガンダムシードディスティニー・アストレイ R は、月刊ホビージャパン2013年6月号から2014年5月号まで、連載された作品。ローギュールの視点で展開される。時間軸的に、デルタ・アストレイと重複しているが、あくまでも、ロー視点での自身の体験した出来事をメインとした、構成となっている。月刊ホビージャパンにて連載。機動戦士、ガンダムシードリスティニー・アストレイーは、 電撃ホビーマガジン2013年6月号から2014年5月号まで連載された作品。小説本編は公式 HP での掲載で、電撃ホビーマガジンでは、小説のショート版と模型作例が掲載されている。村クもガイの視点で展開される。ガイとゆかりの深い男、ダンテ・ゴルディジャーに率いる傭兵コンビとの戦いを描いている。時間軸的には、 ディスティニー・アストレイの南米独立戦争編より後、インパルス開発編より前の時期である。機動戦士、ガンダム・シード・アストレイ天空の巫女は、ガンダムエース2015年10月号から2019年3月号まで連載された漫画作品で、現時点でのアストレイシリーズ最新作。時田、高一が作画を担当するが、時田は同志にて、すでに、 ガンダムウェクサ VS を連載しており、2作同時連載となったため、本作は不定期連載の形をとっていたが、ガンダムウェクサ VS 完結後の2017年8月号より、通常連載に昇格している。シード・ディスティニー終了後の CE を舞台に、ロンド・ミナサハクが、自らの後継者候補に選んだ2人の少女、カザハナ、アジャ・ートラス・ウィンスレットの成長物語を描く。 物語の中で、ウィンスレットワールドコンチェルン社という企業や、商業組合という組織が登場している。ISBN 978から40億4104万 6722ISBN 978から40億4106万 4849ISBN 978から40億4107万1458 ISBN 978から40億4107万8907セル DVD、機動戦士、ガンダムシード CE73 スターゲーザーに収録。ただし、レンタル版は未収録。AB 動社発行、ガンダムシードアストレイマスターズ及び、機動戦士、ガンダムシードアストレイアーカイブ 3D& 設定資料集には、シードアストレイ。 デルタアストレイまでのオムニバス形式でフォト CG に使われた模型作例に限って断片的に掲載されている。単行本、機動戦士、ガンダムシード VS アストレイに天空の宣言オーブの女神として収録。単行本、機動戦士、ガンダムシード VS アストレイに小説パートのみが収録。ありがとうございます。